日照岳は岐阜県高山市と大野郡白川村にまたがる両白山地の標高1751メートルの山。岐阜県山岳連盟により岐阜百山の一つに選定されている。地元では日照岳とも呼ぶ。山域は特別豪雪地帯で居住地はない。北東山6には三ボロダムがある。岩瀬地区にあった日照開拓地は 日照だけの眺めが良い。山名は、高山市小川町の山麓から望むと、一番早く、朝日が当たる山であることに由来する。登山道はなく、下部に送電線の巡視路がある。3月から4月にかけての残雪期などに、登山や山スキーが行われることがある。山頂からは、別山へと延々と続く長大な尾根と白山を望む、ことができる。 両白山地北部の別山から東に伸びる枝尾根の末端に位置する。東山6に見ぼろ湖が広がる。周辺の主な山を下表に示す。東側の日田高地のお山馬場から望む両白山地、左から大日が竹、三の峰、別山、白山、日照岳、奥見方岳、三宝崩れ山、見ぼろダム、小川水系の以下の支流の源流となる山で、 日本海側の富山湾へ流れる。山頂の北北東3 9トルにミボルダムがある。山域の東側の山麓に国道156号が通る。ウィキメディアコモンズには日照だけから長望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。